小学校2年生国語。日記を書いて生活を振り返ろう。続けてみよう日記。毎日の出来事を書き留めましょう。ここで学習することは、その日の出来事や思ったことの中から書きたいことを決めて日記に書くことです。今日、皆さんの周りではどんなことがありましたか？今日読んだ本のこと、家の人と話したこと、近くで春を見つけたこと、嬉しかったことやびっくりしたこと、ドキドキしたこと、皆さんの身の回りには日記の種がたくさん落ちています。身の回りから書きたいなと思うことを見つけて、毎日日記に書いてみましょう。教科書の12ページを見てください。日記の書き方はいろいろありますが、日付、曜日、天気を入れておくと、後で自分のことを振り返るときにとても便利です。自分が気がついたことや思ったこと、見たこと、話したことなど、日記に書いて残しておきましょう。毎日続けることで、自分がどんなことをしたのか、どんなことを思っていたのか、後から振り返ることができます。この学習で新しく学ぶ漢字はこの5つになります。12ページの下を見て筆順を確認したり、149ページを見て新しい漢字の読み方や書き方などを覚えましょう。自分で意味を調べたり、習った漢字を使って文を作ったりしながら、正しく漢字を使えるように練習してみてくださいね。